おはよう。新生活の朝です。さすがにもう緊張はしてないと思いますが、ちょっとなでとかかな。ちょっと湿気があるね。はい、じゃんか。今日のお昼にはエアコンが入るからね。これでひんやりはしてるね。あ、ここくっついてるとこが熱いね。熱いのによく君たちはくっついてるね。じゃちょっとトイレの掃除とかやるからね。よいしょ。はい、うんちはしっかりしています。それからご飯はそこそこ食べてる感じかな。来る前に、ご飯を食べましたんでね、大丈夫でしょう。はい、ポンちゃんは自分から降りてきました。まだちょっとケージの中にいてくれる？今日また荷物をね搬入するんでバタバタするんでね、よろしくお願いします。はい、怖かったね。今引っ越し業者さんがすべて作業を終えてですね、帰っていきました。まだエアコンを設置する業者の方がうちに到着しておらずですね、今日の夕方3時から5時の間に来るということになりました。今気温が多分かなり高い状態なので、ジャン君もポンちゃんもだいぶグロッキーかなと思います。今これで濡れタオルで拭こうね。よいしょね。死にそうにはなってないね。あの恐怖でハーハーしていたのもだいぶ落ち着いています。はい、はい、ジャン君、はいはい、ポンくんね、大丈夫？なかなかジャンクのとこまで扇風機の風が吹かないんだよね。頑張れ。ペロペロ。3時か5時に来るって。おじちゃん早く来てねって。はい、反対もやろうよ。ジャンク反対反対。ジャンクポンちゃんの方やろ。ポンプの返しにしようか。最初絞りすぎちゃって、うん、ここに出しちゃって。はい、ポンちゃん、まだ外には出られないけどね。暑いね。はい、暑いね。はい、ポンちゃんいくだね。なんか猫背が落ちてるね。あ、いってね。ポンちゃん濡れてツヤっとしてるよ。ねえ、ちゃん。いけんね。大丈夫？そこコンセント2つしかないからさ。うん。あ、そっか。なんだっけ、スマホのスイッチを、あれを取っちゃえばよかったんだ。で、二つつければよかったんだ。この扇風機をさ。うん。はい。よいしょ。これで少し涼めるかな。もうちょっと我慢してね。